クシュビラスの曲がったヨーロッパ赤松、クシュビラスとは、ポーランド北西部の西ポモージ県グリフィノ郡にある、木々が奇妙な形に曲がっている森。西ポモージ県におけるグリフィノ郡の位置。その中の起点が、軍庁所在地のグリフィノ。西に、オードラ川が流れ、ドイツと国境を接する。ポーランド北西部に位置する西ポモージ県の県都市チェチンから南に、 約2 5トルグリフィノ郡の別アルノボのドイツ国境の大ドラ川近くに所在する森林である。森林内に自生するヨーロッパマツのうち約0.3ヘクタールの面積に群生する100本ほどがどれも北向きに曲がっている。樹齢は2016年時点で80年余りと見られる。この森は奇妙な自然景観として世界中から注目を集めており、 観光地としても人気が高い。なぜこのような形で成長したのかの仮説はいくつかあるが完全には解明されていない。それぞれの木の曲線は地面から10から50センチメートルの高さから始まり、3から9フィートにわたって湾曲した後縦に伸びている。曲がった木はすべて北に向かって湾曲している。このように曲がった松は森林の一部にのみ集中しており、 周囲の松の木はごく普通にまっすぐ成長している。地元の樹木学者、エウゲニウシキチフィクリンスキーの1971年の論文によれば、曲がった木は当初125センチメートル間隔で22列に植えられ契約400本あった。同市は1934年頃に植えられたと見ている。現在、木は徐々に枯れつつあり100本ほどに減少している。 地元七鎮大学で郷土社会史を専門とするアダム・マコフスキ教授は地域の主産業は農業で家具工場などはなかった。大掛かりなら記録が残っているはずなのにそれもないと指摘している。地元の高校で発見された1970年代の写真と比較すると現在の森は曲がった木の数が減少している。森林管理局によれば赤松の平均寿命は 約100年だが曲がった木は通常の松の木より寿命が短いと見られている。人為的に曲げられたことで寿命に影響した可能性があるという。木々の大半があと数年で枯死し消滅するという専門家の推測もある。森林管理局はこの歪んだ森ができた過程を実験的に植えた赤松で再現する計画を予定している。どの木も概ね。 北を向いて曲がっているが、曲がり具合は均一ではない。森周辺の地図。北西は大空川から引かれた用水路。森の南西には火力発電所があり、森の東には発電所に石炭を搬入するための鉄道線路がある。このような景観が成立した理由についていくつかの仮説が立てられているが、決定的なものはない。ありがとうございます。